先生、ご無沙汰。しかもこれ5人揃うの久しぶりじゃない？そうですね、主に私の原因ですけど。いや、何おっしゃいましたら、無理して参加することじゃないんでね、できる時で。はい、なんかかけるしから再来週って聞いてて、今週も来へんのかなと思ったんだけど。いや、ちょうど昨日ぐらいでもうなんか片付いた感じ。そうですね、まだちょっと動画編集とかはできる余裕はまだまだないので、またでもどうせ忙しいのあるでしょ。大学って忙しいもんね、いろいろ。冬休みになったら、またぼちぼち始めようかなと思って、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、できる時でよろしくお願いします。先生の確保してる場所は傷つけないようにしますので、それまでサバ村があるかどうかですね。あ、おっと、今日がどういう状態になるかによる。大丈夫、絶対傷つけさせないから。今回はウィザーやりますけど、なんかみんなでできることないですかね。先生、冬休みになったら来れるんでしょ。まあまあそうですね、はい、ね、とりあえずウィッチトラップを完成させる。ウィッチトラップ年内完成がちょっと微妙になってきているという噂なんですけど、まあどうでしょうかね、本当に。まあ、2日ぐらいみっちり入れたら作れるか。ちょっとでも時間が空いてれば、だいぶ課題が溜まってる状態なので。あ、もう課題優先してくださいね。ホイルさんが？ホイルさんが？チャット欄。ああ、ほんまや。見てなかった。マサトさんが言ってた会議室。あ、そうね。議事堂やね。そうそう。議事堂と。村会議事堂？なんか恐ろしい名前や。村会議事堂。村なのでね。村会議事堂か。名前は別としてるから議事堂みたいな。そうそう、だから議事堂はカオスな建築にしようかって話だったんでね。おお、そう、名前決まったな。損壊議事堂やな。損壊してる議事堂。この様子会議の動画で上げてもよろしいか。前回の会議で一応ね、損壊、あ、そうか、漢字がその損壊か。うん、そうそう、この損壊。損壊議事堂。あ、なるほど、なるほど。そっかそっか、村の会なんやけど、漢字で書くとこうなるって。それウィザーで作らなあかん名前ですやん、それ。一応だから、あの、警官ポリスメンの話ですよ。うん、警官ポリスメン分かる、うん、先生、警官ポリスメン。いやー、分かんないですね。警官を監視する人です。忙しすぎて、マグクラはまともに見れてない状態。なるほど。説明すると、警官、村の雰囲気を壊さへんための警官。ああ、なるほど。あ、さっき撃たれた。さっき撃たれた。れあ、字面で見て、こういうこと。で、それ、警官イコール警察官のポリスメンとかけて、マサトギャグから生まれた名前ですから。だいぶ前に生まれた。うん、結構前、結構前。僕が最後に行った時。あ、もう言ってたっけ？に初めて、うん、出た。で、なんかすごい皆さん壺にハマっていらっしゃって。そうなんですよ。もう警官ポリスメン、手しづらが面白くて、で、そっからこう会議でね、警官ポリスメンを兄弟たちに募集するということで。はいはい、どういうキャラクターなのかというのを。そうそう、結構集まってるんですよ。皆さんからいただいた画像は、共有してますんで、みんなには。はい。はい、どうしましょうか。次ぐらいにしましょうか。いつ言う？次ぐらいにします。共有。ああ、いつぐらい？ああ、いつぐらいにしましょうか。もう決めとかんと、なんかいつまでみたいな兄弟がいたんでね。うん、あ、夜？いや、まだ。まあ、まあ、だから、あれですね、冬休みにか、議事堂を作って、先生はウィッチトラップを作るという。課題があって、はい、まあそんなもんですかね。ふー、時間空くかな。いや、姿を見せてくれるだけでありがたいよ。はい、1.11 のあれもやらないといけない。ああ、そっか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 。ああ、そっか。1.11 の紹介動画をね、エビチリさんといつもやってたんですけど、サバ村メンバーの皆さんもどうですかという話なんですよ。はい、我々3名はただのお手伝い、喋らず。あ、そうですか。じゃあ、結局皆さんで行くっていう感じでいいんですか。それはもう決定で。うん、あと、まあ日付が合えばですけどね。あ、そう、まあそれもそうです。エビジェさんも忙しいんで、まあそれはおいおい決めていきましょう。そういうわけで 1.11 紹介動画も、楽しみにしておいてください。先生にプレッシャーかけてるわけじゃないよ。はいはい。いやー、かけてみましょう。11号かけてるわけじゃないよ。楽しみにしててね。はい、こんな感じ。あの、会議動画、短い会議動画、ね、ぜひ、ご覧ください。ご覧くださいって、今見てんのか。おいしい。ちょ、待って、